扉絵連載っていうのもやっぱり本編にがっつり関わってくる重要な一つのコンテンツなのかなっていうのがね、麦わら大船団がその後どうなったのかっていうのを扉絵連載によってまあ尾田先生は描いてたと。でその中にバルトロメオっていうのがどこかの島の赤髪のシャンクスの旗を燃やしたっていうのが描かれてたっていう話ですけど、そこががっつり本編に関わってきましたと。ワノ国来た時ぐらいか、旗燃やされてメンツはどうすんだみたいな、なんかそんな感じの会話があった気がするんで、もうバルトロメオが旗燃やしたことってやっぱり本編のシャンクスに関わってくるんだなっていうのはまあ予想はしてたんですけど、ここでがっつりそこの落とし前というねタイトルまでついてございますので、がっつり関わってきたと。神木さんともお話ししましたけども、ちょっと怖いと赤髪海賊団が何を考えてるのかが分かんなすぎて怖いと。シャンクスの優しさとかルフィの旅路っていうのを手助けしてくれてるんだなっていうのが、こう考えればまだ納得できんのかなみたいなことを提案くださったんですけど、神木さんが。でもほとんど無理があったよなルフィが世界をひっくり返す根回しをしてくれている海賊団のような印象があったんですけど、どうやらそれは考えを改めなきゃいけないのかなという状況がございました。何があったかと言いますと、旗を燃やされた赤髪海賊団っていうのはこの旗によって守られているんだと。でこの旗を燃やすことによってこの旗の信頼がなくなるじゃねえ、これを野放しにしてたらこの旗の信頼がなくなるじゃねえかってなると、この旗で守っていた友達たちとかその辺っていうのが危険にさらされると。理屈はわかるよな、おい若い海賊多いと。もう怖いんですけどね、この時点で。で、申し訳ねえ。オラはそったらことも考えなしに無知で愚かなことをしたと、バルトロメは謝るんですけども、四皇の麦わらのルフィの、お前、傘下の海賊だよな。そうやって謝ってんだったら、お前に、じゃあチャンスやるっていうことで。お前殺されたくねえんだったらチャンスやるわって言って、この猛毒をおめんとこの大将に飲ませてこいと。この場で殺されたくねえんだったらお前この猛毒っつうのを麦わらのルフィに飲ませてこいっていうことを、まあ、シャンクスがいけるわけじゃないけど、本郷っていうね、まあ、フィルムレッドとかでも活躍した、あの、繊維のキャラクターだよね。っていうのが、まあ、やると。シャンクスの目はね、そこではこう、描かれてない。影になって、シャンクスの表情がこう、隠されたようなね、その猛毒を飲ませてこいって言った時のシャンクスの表情はね、この若い海賊、バルトロメオっていうのも、修羅場もくぐってきてるし、まあ、アウトレイジの世界で成り上がろうとしてるやつだし、ルフィには借りがある、憧れている先輩でもあるから、男見せます、ここで。その猛毒を、ルフィに飲ませて殺してこいって言われた猛毒、そうしたら助けてやるって言った猛毒を自分で飲みます。実はそれは猛毒じゃないっていうオチなんですよね。ルフィがどれだけ信頼されているか、どんな後輩に慕われているか、どんな海賊を傘下にしているのか、裏切るのか裏切られねえのかみたいなのを試しただけだったっていうオチで、シャンクスは笑ってますと。何ニヤニヤしてんだおかしらってベックマンに言われて、だって嬉しいじゃねえか、ルフィがあんなに慕われてっていうね。ここで終わったら本当にいい話だったんですけど、けじめはけじめだっていう。ヤソップ出てきます。でヤソップは初見読みの時も話しました、スラムダンクのジン総一郎同様、おそらくこっから先ワンピース作中弾外すことありませんヤソップは弾外しません。ジン総一郎もスリーポイント一回も外してません。絶対に外すことのないヤソップっていうのが、なぜか嘘の猛毒飲ませて笑ってるシャンクスの隣で殺します。殺すつもりで撃ったよな、絶対。助かるとは思ってねえよな、これ。助かると思ってたって言い訳が通じないぐらいの攻撃だもんな。実は助かると思っててとか、なんかよくあるさ、試練を与えるためにとか、この試練を乗り越えられなきゃ、この先の海は登っていけないから、試したんだみたいな、いいやつの言い訳あるじゃん。ヤソップ、ベンベックマンとかラッキールーとかシャンクスにとっては幼少期のルフィを知ってるから、あのやんちゃ坊主がこんなにいい後輩に慕われて嬉しいじゃねえかって一体1秒後にその後輩殺すって何なのこいつらっていうね。俺は指示した覚えはないあれはヤソップが勝手にやったことだだとしたらヤソップがやべえんだよな。海賊って所詮ヤクザみたいなもん何描いてんだよ、小田先生は。こう書いてあったじゃねえか、109巻に。皆さん、清潔で潔白な人しか生き残れないホワイト社会がやってきます。実はルフィってやつは1日30回歯磨きをし、6回の入浴、14回着替えをします。最悪の悪口はおバカさん。口癖は無菌室で俺は寝る。必殺技はゴムゴムの握手。今後ともワンピースをよろしくお願いしますって言っときながら。可愛い後輩殺す海賊って何なんだよ。
しびれるっちゃしびれるよね。お遊びじゃねえっつうのはね。ただこの意図があんまりわかんないね。赤髪海賊団が残虐であり、手段を選ばない海賊団なんだみたいな。でけじめにめちゃめちゃうるさくて旗を汚されてるんだったら、それ容赦しねえよっていう。たとえコビーだろうがルフィだろうが、俺たちに立てついてきたやつは容赦しねえよっていう、そういう海賊団ってことを描きたいのか、ちょっとわかんないね。あるいはそのバルトロメオを自由に動かすためにとかね、殺したことにすることによって自由に動けるみたいなのって今よくあるじゃん。まあそれこそ悪役で言うと、最初はそのキャプテンクロっていうのが自分の代役を立てて死んだことにして生きて自由に動いてシロップ村を乗っ取ろうとしてるみたいな動きとかもあったりするんで、まあサウロとかもまああるしそうだよね。死んだことになってるから自由に動けるみたいな。大逆転の可能性としてはバルトロメオをここで殺すことによって、死んだことにすることによってバルトロメオを自由に動かすみたいなねこともあるけど、でもちょっと苦しいけどな。だってけじめはけじめだで、何の説明もないままぶち壊していくから。そうだね、ストーリー上必要なのかどうかが分かんないね。まあバルトロメオここで死亡はないと思うんで、その後バルトロメオの性格的になんかどんな行動するのかみたいな。まあ、近くの島に漂流してまた船を作り直してルフィ先輩に謝りに行くみたいな、バルトロメオをエルバフに来させるための口実みたいな感じで描かれたのが今回の描写が。あるいはどっか大事なところでルフィに謝りに来ようとしたバルトロメオがルフィの危機を救うとかね。まあちょっとわかんないですけど、まあどういう風になるのかね。この生死不明のバルトロメオが、まあ生死不明ってことは生きてると思うんで、目を覚ましたバルトロメオが次にどんな行動をするのかっていうのを考えると、結構ストーリーがいろいろこう想像できて楽しいんじゃないかっていうね。アマゾンリリーで、まあ黒ひげに俺の船に乗れみたいなさ、こと言われたハンコックっていうのが、この後どんな行動に出るのかみたいな予想するときもまあ同じ感じだったよね。まあハンコックの考え方としては、ここに自分がいることによって危険があるから海に出るみたいな感じで、この後誰を頼るのかみたいな、でルフィと結婚したいみたいなねことずっと言ってるから、ルフィの船を追うんじゃないかみたいなので、今ハンコックがもしかしたらエルバフに向かってる可能性ももちろんあるんだよね、多分ね。まあその生死不明なキャラクターとか、一難去ったキャラクターっていうのがこの後どういう行動を起こすのかっていうのは、その小田先生がそのキャラクターを今までどういう風に書いてたかっていうのを考えると、ある程度想像できたりするのかなってね、見えてきたりするのかなっていう。ちょっとロキについてどういう神様かちょっと調べたりしてみる。まあ、ロキの性格を知る意味でもね。ロキの性格は極めて複雑。いたずら好きなんて可愛い言葉で推し量れるキャラクターではないと。ハンサムで顔は美しいのですが、気まぐれで傲慢。大変ずる賢く、プライドの塊のような人格です。いたずら好きで毒舌か、トラブルを引き起こすのが何よりの楽しみ。それが北欧神話上のロキというキャラクターでございます。記事を書いてくださっている方の印象もあるでしょうけども、とてもダイナミックで何をやらかすか予想が立たず、そのせいで神々はいつも振り回されています。しかしそれがかえってロキの大きな魅力になっていることは見逃せません。北欧神話上のロキっていう神様の特技っていうのが悪魔の実とかに採用される可能性もあるんでね、ちょっと注目していこうと。変身能力、特に動物、そしてここも注目、男にも女にもなれる。めちゃくちゃでございます。まあ、オカマみたいなキャラクターとして描かれる可能性もあるよね。この辺の特徴を考えるとね。そして子供も産める。しかも動物の子供。そして超絶な毒舌というね。こういう特技をいろいろやらかしています。男にも女にもなるため、ある時はお父さん、ある時はお母さんになるという異常な事態にという。もうめちゃくちゃですからね、北欧神話のロキはね。ロキは奥さんがいないくせにあっちこっちに子供を作ります。ここでは有名どころの子供と愛人をご紹介と。愛人、女巨人アングルボザ。アースガルドに住んでいるロキ、ある時ヨトゥンヘイムが懐かしくなって女巨人といい仲になります。彼女との間には凶悪な子供を3人も作ります。それが皆さんご存知、フェンリルという狼。これミッドガルドって書いてあるけど、これ多分ヨルムンガンドのことだよね。ヨルムンガンドというヘビ、そしてヘルというね、狼だのヘルだの、とんでもないものばかり。運命の女神ノルンに彼らの母親アングルボサは悪い、だから彼らの父親ロキはもっと悪い、彼らからは一番悪いこと以外の何も期待するなと予言されてしまいます。フェンリル、ヨルムンガンド、ヘルという、もう悪魔みたいな3匹を生み出しますと。でもう何も期待するなと、ロキには、最悪なこと以外。これが北欧神話上のロキというキャラクターでございます。さあ麦わらの一味の助けをしてくれるのでしょうか。このロキっていうキャラクターは誇り高きエルバフの戦士として描かれるのでしょうか。ロキという冠をつけたこのキャラクターが太陽の神ニカに従順に誇り高きエルバフの戦士として協力してくれるキャラクターとして描かれるのでしょうか。さあまだ家族はおりますよ。馬のスバデルファリ。アースガルズの城壁を巨人の棟梁が修復している時に馬に化けて彼の馬スバデルファリをたぶらかし工事の邪魔をしました。もうめちゃくちゃです。余計なことしてます。
いい仲になって子馬をまで産みます、ね、妊娠すらさせてます、ね、そしてフレイヤ、これは結構ね有名な、まあ、美の神様みたいな感じですけどね、まあ、彼女はロキだけではなく全ての神々と関係を持っています、気にしなくても良いです。女巨人アングルボサとロキの間に、まあ、3人の子供が生まれていると、3人のもう悪魔が生まれていると、そのうちの1人が、まあ、フェンリル、オーディンを飲み込んだのが最後フェンリルだっけ、北欧神話上女巨人アングルボサとの間の子、超巨大で邪悪な狼神々はフェンリルが日増しに巨大に凶暴になるので恐ろしくなり、グラウプニルという これだから小人族とかもここに絡んでくんじゃなかったっけかな、グラウプニルという丈夫な縄でぐるぐる巻きにしました。ストレスの塊になったフェンリルはラグナルクでオーディンを食べてしまいますもうめちゃくちゃだよなロキのエピソード。オーディンって最高神だからね、北欧神話上の。ミーミルの泉に自分の片目っていうのを差し出して、最終決戦ラグナロクでどういう風に立ち回るかみたいなのを考える、その神々の頂点にいるのがオーディンで、いろいろ画策するんだけど、結果的にはその神々の土地アースガルズに巨人族が攻め込んできてしまった上で、最終的にはロキとアングルボサの子供のフェンリルっていう狼によってオーディンは食べられてしまうっていうさ。まあそのもう最終決戦ラグナロク自体がもうめちゃくちゃなんですよね。オーディンを食べたフェンリルっていうのをオーディンの子供の誰かが殺すみたいな、もう相打ち相打ち敵討ち相打ちみたいなさ。で最終的にはスルトっていう炎の巨人が全部を炎にして全滅して終わるっていう話なんで、めちゃくちゃでございますけどもね。またの名をヨルムンガンド、女巨人アングルボサとロキの間の子です。どんどん巨大になっていくので邪悪だと言われていて、神々に海に放り込まれます。海の中でも成長を続け、とうとう世界をぐるっと一周して自分の尻尾を加えるようになりました。ラグナロクでトールと戦い頭を潰されて死にます。トールはミッドガルドの毒で死んでしまいました。来ました。おもろいよな、北欧神話。ロキっていうとんでもないいたずら好きのトラブルメーカーとアングルボサの間に3人の子供が生まれました。で、フェンリルっていう狼はオーディンを飲み込むみたいなことをしました。ヨルムンガンドっていうヘビも、ロキとアングルボサの間に生まれてますと。で、どんどんでかくなるから危ねえつって海に放り投げられたと。でもそれでも死なずにどんどん大きくなった。それこそレッドラインなんだよね。もう世界を一周して自分の尻尾を食うみたいなさ。で、まあヨルムンガンド検索してもらえると、無限を表しているとか宇宙を表しているとか永遠を表しているとか、もう概念レベルの蛇なんだよね。で、そのヨルムンガンドっていうのはラグナロクでは雷神トール、雷を扱うキャラクターでございますので、もしかしたらエネルとか、そっち側にオマージュが採用されてるかもしれない。で、あるいは太陽の神ニカも雷掴んで投げたりもしてるんで、雷神トールとね何かしら関係があるかもしれないというね。そんな雷神トール有名なやつなんですけど、ヘルっていうもう一つヤバいやつがいますと。女巨人アングルボサと間の子、頭から腰までは普通の女性なのですが、腰から下は腐り果てた姿です。フェンリルという狼、そして世界を一周するぐらいでかいヨルムンガンドっていうヘビ、そしてヘルでございます。上半身は普通なんだけど下半身腐り切ってます。一目でヤバいと思ったオーディンはヘルを冥界に追放。そのままヘルは冥界を治める女王になりました。さあそんな感じでございます。なので北欧神話のロキ周りの神様っていうのはやっぱり悪として書かれることが多い。ただベースとしてはやっぱりエルバフの戦士たち、誇り高き戦士っていう設定がある以上、やっぱりエルバフの戦士たちはそのヨルルとヤルルとかさ、まあドリー、ブロギー、オイモカーシーとかも誇り高いエルバフの戦士として描かれてるんだけど、その神山であるロキ、そんな歴史のある誇り高きエルバフの戦士のこの歴史のある中に多分ロキ王子っていうのが異端のやつとして生まれてきてんじゃねえかな、この北欧神話の設定を見る限りね。でこいつっていうのがルフィにとっては決して味方ではない、ムーブをする。でもしかしたらフェンリルっていう狼とか、ヨルムンガンドっていうヘビとか、ヘルっていう冥界の女王とか、そういうキャラクターが登場するかわかんないけど、ロキの子供とかロキ周りにもしかしたらロキの側近みたいな感じで実は3人いるみたいなさ、飛び六方みたいな感じでロキの周りには3人の神官がいてみたいな。考えると楽しいよね、ロキ周りの話は。やっぱりさあ、スレイプニルという馬もいますね。馬スバーデルファリとの間に生まれた子馬、8本足で、素晴らしく速く走ります。ロキはスレイプニルをオーディにプレゼントしました。ロキは北欧神話の人気者というね、毒舌家で傲慢なロキですが、それがかえってロキの魅力。毒なしには北欧神話の、ほとんどの話は始まりません。ラグナロクもロキなしにはありえないと言って過言ではないでしょうか。いやそうなんだよね。ここでこの記事は終わってますけど、ストーリーとしてはその光の神様バルドルっていうのをロキが殺しちゃうと。他にもいっぱいありますよ。なんか変などうしようもないいたずらみたいなのから、それはライン越えだろうみたいな変なやり方みたいな、ロキはめちゃめちゃいっぱいエピソードがあるんですけど、まあ最終的には光の神様バルドルっていうのを殺してしまって幽閉させられてしまうみたいな。月と太陽を追っかけてる狼とか、なんかそんな話だったっけかな。ちょっともう一回勉強し直してるんですけど今で、いずれにせよそのラグナロクっていうのが始まってしまって
ったがゆえに捕らえられていたその光の神様バルドルを殺してしまった罪で捕らえられてしまったロキっていうのも解放されてしまって、その上でそのみんなを従えて、みんなをまとめ上げてヨルムンガンドとかフェンリルとか従えて攻撃を開始すると。でロキとは別の巨人族とかももう一斉にアースガルズにこう攻め込むっていうね。でオーディンとフェンリルが相打ちみたいになって、雷神トールとヨルムンガンドが戦うみたいな。光の神様バルドルをロキが殺さなかったらラグナロクなんて起きてねえんじゃねえかみたいな話もあるしね。でその最終決戦ラグナロクとワンピースにおける巨大な戦い、歴史を全て背負って戦いを挑むっていうその巨大な戦い、ワンピースの最終決戦がラグナロクオマージュなんだったら、ロキが誰かを殺してしまうことが原因となってそれが始まるみたいなのもね、十分考えられるのかなっていうね。まあ光の神様がそういう意味で誰を指し示すのかは分かんないけどね。そんな感じでございますので、今回1126話謎のねおもちゃの部屋っていうのが現れましたけども、まあロキがこれをやっている犯人なのだとしたら相当厄介ですよっていうね。ロキの企み、ロキの意志がこの波をさらうとかサニー号をさらうっていう、そのロキの意志がここに介入してるんであれば相当ややこしいことに巻き込まれそうなの。ただ分かんないですけどね、まだねロキっていうのはまだシルエットしか出てなくて、今のところなんか可愛げのあるキャラクターとしてシルエットは描かれてるんだよね。ローラにお花こうやって渡してるみたいなさ、ちょっとずんぐりむっくりの巨人みたいなさ、どういう風に描かれていくのか。で今言った通りベースになっている北欧神話のロキっていうのはそんな感じでめちゃくちゃですロキってやっぱり今言った通りちょっと調べるだけでもロキのキャラクター像というか、まあなんかすげートリッキーなやつで、でめちゃめちゃやってんなっていう、その場をもうめちゃくちゃにかき乱すキャラクターみたいなやつなんで、やっぱり人気者なのは人気者なんだよね。悪なのか善なのかよくわかんねえし、で男になったり女になったり子供産んだりとかってめちゃくちゃだし、で最終決戦ではなんかわかんねえけど活躍するし、ワンピースだけじゃなくていろいろな映画とかさゲームとかいろいろなところで多分ね魅力的なキャラクターだからこそ、映えるキャラクターだからこそいろいろ描かれる、そんな感じでございますのでね。この後エルバフ編っていうのがまあ不穏な感じで始まっておりますけども、それがまあロキっていうキャラクターがいかにやべえやつかやべえやつ出てきたなっていう、やべえ巨人であればあるほどその麦わらの一味というかね、この初期メンバーがこう隔離されてしまったこの状況っていうのが危険な感じになって読者としては楽しめるんじゃないかというかね。だからちょっとこの北欧神話のロキっていうのはキャラクター的に強すぎるんで、小田先生にはもう負けずに書いてほしいよね北欧神話のロキとワンピースのロキでなんかもう負けないキャラクター書いてほしいよな。とんでもないキャラクター書いてほしいよな。最終的にワンピースが終わった時にロキって検索した時に北欧神話のロキが一番上に来んのか、それともワンピースのロキが一番上に来んのかだから小田先生に期待したいというか、小田先生にお願いしたいというか、やってほしいのは北欧神話のロキを超えたキャラクターをこう書いてほしいっていうことだよね。ワンピースが最終回を迎えた時にロキって検索したら王子ロキが出てくるっていうね。ロキ VS ニカはそうだね、ニカに対抗できるレベルのキャラクターの濃さであったらすげえ楽しそうだけどね。でやっぱり強くあってほしいよね。めちゃめちゃ強いというキャラクターとして描かれてほしいよね。